こんにちは、青木です。今回の動画はラフオク似顔絵オーダー終了のお知らせなんですが、だいぶ前にですね、メルカリでの似顔絵オーダー終了のお知らせという動画を出したんですが、今回はそれに続きまして、ちょっとヤフオクの方もですね、オーダー終了しますというお知らせとなります。ヤフオクがですね、だんだん利用規約の方がちょっと改定に改定を重ねてという感じで、メルカリもそうなんですが、今回大きく変わったところがですね、商品の落札、その後入金されまして、その入金から7日以内に発送できない商品はもうそもそも出品自体をしちゃダメというね、そういうことになりまして、なのでこれを機にやめることになりました。1枚の絵を描くのに1週間あれば、まずまず完成はするんですが、特にその簡易的な絵だったら、大体1枚描く目安が1時間ぐらいっていう風にしてるので、だからそのぐらいで描き上がるわけなんですが、ちょっとね、何が問題かと言いますと、ご依頼主様の方で、落札して入金までしました。でもその後に似顔絵にするための写真が決まらないとか、あとは忙しくって、どういう風にオーダーしたいかみたいな、そういうイメージが固まってないとか、こういった場合があるんですね。でそうすると、そのまず写真をもらうまでに何日もかかっちゃう、それからどういうオーダーにしますっていう連絡の方で、3日4日かかっちゃうとかなってくると、そこから描き始めて、今度は下絵ができたら、下絵こんな感じになりました、どうですかっていう連絡をしてるんですが、これもなかなか返事が返ってこなかったりすると、もうこれだけで7日過ぎちゃうわけなんですね。というわけで、結構完成までの期限を過ぎる可能性が結構出てくる、高いみたいな、そんな状況なんですね。なのでこんな状況だとやっぱり厳しいかなということで、この新しい規約に合わせまして、オーダーの出品が終了することになりました。以降オーダーご希望の方についてなんですが、基本的にこれまでオーダーいただいている方、オーダーしたことのある方、LINE だとかメールとか、あるいは SNS の DM とかで連絡を取っておりますので、連絡先の交換はできているので、オーダーしたいなって思った時にご連絡いただければ対応できるようにしますので、よろしくお願いします。で、今までオーダーしたことはないんだけど、例えばこちらの YouTube で動画見ていただいてて、で、こんな感じの絵を描いているっていうのを分かっていただいてて、でオーダーしたいなって思ってたんだけどっていう方もしいらっしゃいましたらなんですが、いきなり大きめのオーダーっていうのはお引き受けが厳しいので、クイックタッチ似顔絵っていう簡易的にお描きする方の似顔絵でしたらお引き受けしますので、もしよかったらこちらですね、下の概要欄にあるTwitter とインスタのリンクがあるので、そちらどちらかお好きな方でリンクを飛んでいただいて、そこの DM の方からご連絡ください。そこからご連絡いただいて、どんな感じのオーダーしたいとか、予算がいくらぐらいでとか、そういったご相談を進めさせていただこうかなと思います。で最後に、クイックタッチ似顔絵の方のサンプル画像をご覧いただいてお別れにしようと思います。ではご視聴いただいてありがとうございました。バイバイ。